はいみな、えー、さんこんにちはこんにちははいありがとうございますイグナイトジャパン楽しんでますでしょうか 楽しかった一日もですね今日このセッションがこちらのステージの最後のセッションとなります。こちらですねこの時間、これから30分間、マイクロソフト MVP と語ろう最新のセキュリティーインフラアップデートということで我々2名の方でお送りさせていただきます。どうぞよろししくお願いいいたします <laughs> はい ですで、ね、にそちらであのネットワーキングというところであのお飲み物とか食べ物が配られているようなのでどうぞあの皆さん飲食されながらリラックスして聞いていただければと思います。であのタイトルにも入れてますけどもマイクロソフト MVP と語ろうとなってますのであの皆さんからの,、ね、の QA とかもぜひ楽しみにしてますのでご質問ある方はぜひあの元気に挙手していただければなというふうに思っております。 はい、では、えー、まず最初にスピーカー2名の自己紹介からさせていただきたいと思いますでは藤江さんからよろしいでしょうかはい皆さんこんにちは、えー、お疲れのところ、えー、もうちょっとの辛抱でございますので聞いてくださいねあの藤江と申します、えー、MVP の、えー、forSecurity というカテゴリーでですねもう十,十何年か、えー、受賞させていただいておりますでマイクロソフト MVP のカテゴリーってちょこちょこ変わるんですよね で私もともとデジタルアイデンティティをずっとやってる人間で今でもそうなんですけれどもなので最初ってアイデンティティライフサイクルマネージャーと、まあ、今でいうマイクロソフトアイデンティティマネージャーという製品の MVP から始まっています、まあ、途中あのアクティブディレクトリー、まあ、その後アジュールアクティブディレクトリー今でいうエントラー ID ですね、まあ、こういうところに製品どんどん名前が変わっていくにつれ、まあ、この MVP のカテゴリーもですねどんどん変わっていくと で最近ちょっとね、あの、あった小話でいうと、製品の名前の頭にマイクロソフトってつくと、ちょっとマイクロソフトも本気になるんじゃないかというような話があってですね、アイデンティィライフサイクル・マネージャー、その後フォアフロント・アイデンティティマネージャー、あの頃はそんなに本気じゃなかったんじゃないかと、今、マイクロソフト・アイデンティティマネージャーになって、ちょっと本気になったんじゃないかなみたいなこともね、思うわけですし、もともと Azure Active Directory、Windows Azure Active Directory だったのが、マイクロソフト・ Azure Active Directory になって、 でもエントラーになっちゃったからどうなんだろうなみたいな話とかですね、まあ、こんなことをですね日々楽しんでアイデンティマネジメントをやっている人間ですでまああの今日この後セキュリティのアップデートイグナイトで話された内容をしますけれども、まあ、実はこの前のコマでですね松山さんと北山さんがほとんど 語僕がしゃべることはほとんどなくなってしまったというところでですね用意した資料をどうしようかなと思いながらちょっと雑談めいた話をです、ねまあ、最後のセッションなのでしていこうかなと思っておりますよろししくお願いします。 はい、藤井さんありがとうございます。えー、もう一名のスピーカーということで自己紹介です。私吉川と申します。マイクロソフト MVP のアワードをいただいておりますが、私はマイクロソフト Azure のカテゴリーで、えー、アワードをいただいております。今年の6月に受賞したものですから、まだマイクロソフト MVP ピカピカの1年生というところでございます。 もともと私あの、インフラのエンジニアをずっとやってまして、オンプレからプライベートクラウド、パブリッククラウドってやってきて、まあ、パブリッククラウドの中でも、アジュールを特化して業務に携わっていたので、まあ、その縁があって、コミュニティ活動なども始めて、今回、あのアワードをいただいたというような形になります。で今日あのセキュリティとインフラのセッションということなので、私の方からインフラの内容についてお話をさせていただく予定ですどうぞよろししくお願い,いたします。 はいというわけであのアジェンダ用意してきましたけどアジェンダもう本当にざっくりと、えー、セキュリティとインフラの話をして<や>あとは皆さんと楽しく QA をしたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは最初はセキュリティのセッションということで、はい、藤井さんの方にお願いいたしますい<や>ペシオ送りどうされますか？受けますよあ,あの本当ね話すことなくなっちゃった、ね、<laughs> どうしようかなと思ってるんですけど今日ちなみに今日来られてる方々ってえっ、ー、とイグナイトだから割とまあインフラ系というかプラットフォーム系の人が多いんですかね、えー、自分は プラットフォー開発者だよっていう方はどのくらいいらっしゃいますあ、少ないね。まあ、実はですね私、アイデンティ,ティマネジメントずっとやってるっていうこともあって、セキュリティと言ってもですねデジタルアイデンティティに特化したことっていうのをやっているので、ほぼほぼ実は開発の方にですね話が行くわけなんですねあの。MVP やりながらではありますけれども、あのオープン i d ファウンデーションジャパンというところで私、代表やらせていただいておりまして、まあ、いわゆるオープン i d コネクトだとか、 オースと言われているプロトコルですね。まあ、あれをまあ策定している団体の日本のブランチの代表をやっているんですね。ちなみにオースとかオープン ID コネクトって聞いたことある人ってどのぐらいいらっしゃいますあ結構いる。実装、アプリケーション実装するときに使ったことあるよって人どのぐらい,いますあ、あ嬉しいです。ありがとうございます。まあ、あのそういうい観点とですねあの、まあ 今日イグナイトで発表された内容もということなので、そういう ID の話に絡めて、ちょっとです、ね、新しめのエントラのシリーズの中でもです、ね、わ割と最近出てきたエントラベリファイド ID というところもです、ね、今回、少しだけ触れられたので、その辺もちょっとカバーしながら話をさせていただこうかななんてことを思います。ということで、ほとんど資料が役に立たなくなったので、一応おさらいとしてお話をしますけれども、まあ、今回のイグナイトはやっぱりコパイロットなんですよね。 セキュリティーコパイロットの話、さっき松山さん、北山さんから話しありました、まあ、あの3つの領域ということで、まあ、スレッドプロテクション,アンドクラウドセキュリティという話と、まあ、北山さんが話しされたパービ r v の話、データセキュリティー、コンプライアンス、プライバシーの話、そして私がこれから話そうかなと思っているアイデンティティーマネジメントの話、この3つの領域でですね、p e r v i e とコパイロットの話がなされたというのがです、ね、今回の、ね、EGNITE だったというふうに思っております。 でまあ、なんでコパイロットなのっていうところでセキュリティのキーノートの中でお話があったのは、まあ、簡単に言うとめちゃくちゃアタック増えてるよねと、まあ、さっき北山さんもお話があった通りです。で、製品、まあ、触らなきゃいけない、まあ、製品とかサービス、ソリューションこういうものも多岐にわたるようになってきていろんなことをやらなきゃいけない覚えなきゃいけないものがすごく増えてきましたと、まあ、こうなってくると、えーまあ、オペレーションが複雑化してくるわけです。 でもそんなに人も増やせないよねと,というところでまあ副操縦士コパイロットというものを利活用していきましょうというのが大きなメッセージだったのかなというふうに私はえ理解しております。でまあ、あのこれもですねあの少し余談になるんですけれども、まあ、あのエントラー ID、Azure Active Directory ですね、まあ、あとはまあ Azure Active DirectoryB2C 含めてずっとやってきているわけなんですけど私もですね、まあ、一番何が楽しくてやっているのみたいな話を少しだけするとですね え簡単に言うと魔改造なんですよね。あの皆さん、AzureAD Connect とかってですねあのお使いになられている方々っていらっしゃると思うんですね。まあ、昔で言うと Office365 を使うときにオンプレの AD からアカウントのデータをシンクして、えー、まあ何ですかパソコンにログインするとそのまま Office365 のログインができますよみたいなことをするための同期モジュールですねあれ元々の中身がですね。 MIS MI i というところから、アイデンティ・ライフサイクルマネージャー、フォアフロントアイデンティマネージャー、マイクロソフトアイデンティマネージャーというまあ製品のコアをそのまま使っているわけなんですけれども、実は隠された機能として、かなりカスタマイズができてしまうと、DLL 作ってプラグインを読み込ませると、かなりおかしなことができるというので,で、そういうのを改造するというのは結構私、楽しみの趣味の一つとして、昔、そんなブログを書いたりしてたんですけれども、それが MVP になるきっかけにもなっているんですけれども、そういうところにですね、 パワーを避けるような世の中が来たんじゃないかというのがこのコパイロットというものにですね非常に期待しているところの一つになります、まあ、つまりですね、えー、まあ誰でもできるというとすごく語弊がありますけれども、まあ、本当に単純な機械作業もしくはデータを分析する、まあ、こういうところについてセキュリティエンジニアとか、まあ、コンプライアンスを担当している部門の方々ってかなりの時間を取られているわけですね、まあ、この辺は全部コパイロットに任せてしまって、まあ、そういうアクティブダイレクトリーを魔改造して自分の好きな カラーに染めていくと、まあ、こういうところをです、ね、あのやっていくにはこのコパイロットっていうのはすごくいいものなんじゃないかっていうふうにです、ねまあ、このセッションを通じて私は感じましたで、まあこの辺もスレッドプロテクションの話なのでさっきもされた話なので、えー、少しまあさらっとなな眺めるぐらいにしておきますけれども、まあ、やっぱりエンドトゥエンドプロテクションというものと生成 AI を組み合わせる これもこれまではですね、どういう攻撃のシグナルがあったかとかっていうのを、データとしては存在するけど、それは自分たちで判断をして、それを設定をしていくってことをやらなきゃいけなかったんですけれども、正直、セキュリティエンジニアの作業のうちの一部ではもちろんありますけれども、時間はたくさんかかるわけです。なので、こんなつまらない作業に時間を取られるのではなくて、そういうのはコパイロットに任して、楽しく仕事をしようよというふうにいけるといいんだろうなというふうに思います。 でまあ、この辺も同じですね、まあ、センティネットプラス、まあ、ディフェンダープラス、コパイロットっていうところで、いろいろサジェッションが出てきて、可視化されたものに対してサジェッションが出てきて、まあ、そこに対してコパイロットに助けてもらいながら、設定を自動的にやっていく、まあ、こういうものがです、ね、本当にいろんなところで、まあ、これ、パービューの話ですね、まあ、こういうものもそうですし、ま,あ、まさにアイデンティ,ティマネジメントの領域に関しても同じような話がありました。 まああのアクティブダイレクトリー触っていると、ですねやっぱりユーザーがですね、えー、問い合わせが例えばあります、ログインできませんだとか、ですね、まあ、おかしなことになってます、まあ、こういう問い合わせがあったりとか、逆に攻撃がはった場合、何、えー、か漏えいしちゃいましたで、なんかこの人のアカウントおかしいんないかみたいな話があったときに、何が起きてるのかっていうのを一生懸命サインログを分析したりですとか、まあ、そこからアクスポートされたデータを見て、 それを付き合わせながらですねあの実際何が起きたのかっていうのを皆さんやってきているわけですね、IT 管理者の人が。で、この辺ですを、ね、やっぱりです、ね、分析をちゃんとするところを、まあ、自然言語である程度投げ込んであげると、まあ、サジェッションしてくれて、まあ、この人 MF おかしになっとるわというところで、まあ、イネーブルにしてくれるところまで,です、ね、やってくれる、そしてもう一つ大きいなと思ったのがインチューンですね、まあ、デバイス管理、まあ、スマートフォン含め、PC 含めですね、結構面倒くさいっていうのはやったことある方っていうのは非常にあの。 あの共感していただけるんじゃないいかななと思います、まあ、なぜならばですね、えー、インチューンで、まあ、ポリシーを作ってそれは本当に適用されているのかっていうテストをするのが非常に難しいんですよね、まあ、何回も再起動しなきゃいけないで本当にそのポリシーが当たっているかどうかっていうのを確認しなきゃいけないなかなかあれ当たらないじゃないですか。 まあそういうのをどういうポリシーをどういうことをやりたいからどういうポリシーを作ったらいいのというのをある程度、サデッションしてくれる、まあ、こういうのは非常に楽になるし、まあ、そういう不毛な作業をしなくて済むようになる、まあ、こういうのは非常に、えー、まあ有用なんだろうなと思って話を聞いていました、まあ、あと、さっきちょっと後半で申し上げましたけれどもエントラベリファイド ID まあこれちょっと私、今最近ずっとハマっていてまあお仕事でもですねまあこのベリファイブクレデンシャルというテクノロジーを使っているんですけれどもまあかなりデプロイ最近増えてきましたでえまあどういうものかという話まで踏み込むと多分時間全然足りなくなってしまうのでえ踏み込みませんけれどもまあ例えば今回の Ignite の中で紹介されていたセッション簡単に紹介するとですねまあ,あのー 会社社に入社してくる新入社員の人のセルフオンボーディングというシナリオがです、ね、紹介されていました。まあ皆さんですね、これ、コロナの頃まさに本当に言われてたんですけれども、新入社員を採用するとき、その人が初日に出社をしてきて、これまでって ID とパスワードの書かれた紙をです、ね、本人に渡して、パソコンを渡してセットアップしなさいよっていうのを横で見てるなんてことをです、ねまあ、やっていたわけですけれども、これってじゃあ、本当にリモート前提で働くようになった今って。 そのためだけに、ね、出社しなきゃいけないのか、これ本当に不毛なことだと思います。まあ、実は私もあの、まあ、管理職やっている関係でですね、まあ、新入社員、もしくは中途の社員が入るたびにですね会社に行かなきゃいけないと、でこれ、お前のパスワードやでっていうのをです、ね、印刷して渡すなんてことをやっているわけなんですけれども、まあ、本当は会社に行きたくないわけですよ。というのを考えると、ですね、まあ、リモートでそもそも面接もしているわけです。なののででリモートでそのまま 入社をしてすぐににツールが使える状態になっていくっていうことができると本当にいいだろうという話なわけですね。で、エントラベリファイド ID がそこに対してどう役に立つのかっていうとですね、まあ結局はですね、まああの、会ったことがない人をどうやって信じますかっていう話にどう役立てるかっていう話です。まあ紹介されてたシナリオでいうと、これ、レクセス・ネクセスっていう、まあ、いわゆるその本人確認、KYC をするようなソリューションです。まあ実際デモされていたのは、自分のドライバーズ・ライセンスをアップロードして、セルフィーを撮って、 まあ、あの本人ですよねということを確認をするでその結果をベリファイアブルクレデンシャルという形で証明書みたいなものをです、ね、発行する、まあ、それを自分のウォレットであるマイクロソフトソーセンティケーターの中に格納するでこれを提示をすることによってあ本当に本人が、えーまあ、あのアクセスしてきているんだなということを確認をして、まあ、アカウントの払い出しをするそして、その人がです、ねえー、入社した後、まあ、あのアクセスパッケージですね まあエンタイトルトメントマネジメントですよね、まあ、この人はこういう部門に、えー、アサインされたのに、ロールに応じたアプリケーションが使えるようにするっていうのを自動化する、まあ、この辺をですね例えば、えー、入社というイベントだけで言っても、当然そういういろんなことをやらなきゃいけないのを自動化をしていく、そのためにまあコパイロットも使いますし、そういうベリファイブクレデンシャルっていう自分の身分証明書も使っていく。 これいろんなユースケースがあってま,あまさにこのデモの中でも紹介されていましたけど例えばですねセキュリティ教育を受けないと次には進めないよみたいなこともですね本当にこの人セキュリティ教育を受けたのみたいな話の証明というのもベリファイド ID という形で証明していってそれを使ってまたアクセスパッケージの方に流し込んでいくわけですね。 そうするとこの人はセキュリティ教育をちゃんと受けていてちゃんと入社をした人だからアプリケーションが自動的にエネーブルにされる、まあ、こんなことがですねできてくる、まあ、こういうのがですねデモとして紹介されていました、まあ、この辺私も仕事でいっぱいやっているので、まあ、この後もしですねご質問とかあれば受けたいなと思います、まあ、あと最後になりますけれども、えー、とこれ結構面白いキーワードでパスキーってご存知ですかね聞いたことあるよっていう人 あ結構いますすねよかったです、まあ、いわゆるあの昔ファイドと呼んでいたやつですね、まあ、あのこれの本質は一体何だったのか、皆さんです、ね、あのタッチ ID とかフェイス ID みたいな生体認証だとうう、ね、思われている方多いと思うんですけど、一番のポイントっていうのはフィッシングレジスタントだということなんですね。 まあ、いわゆるそのアプリケーションの、まあ、もしくはそのウェブサイトの URL というものとデバイスというものと、まあ、スティッキーにひも付いた認証手段だというような仕掛けなので、まあ、あのフィッシングサイトを作ってもそのオーセンティケーター起動しないというのが一番大きなポイントであるソリューションです。でこれあのまあ使い勝手の話を含めてですね あのいろんなクラウドを経由してその鍵っていうのがデバイスと紐付きすぎてしまってるっていう状態だとよくないのでえまあこのパソコンでログインしているユーザーは違うデバイスに行ったとしてもその認証情報を引き継げるようにするっていうのがパスキーと言われているテクノロジーの一番の肝だったわけなんですけど逆にこれをやることによってデバイススティッキーな認証機っていうのを作るのが非常に難しくなってしまったっていう副作用がありました。 ここに対して、まあ、ちょっと書いてますけどデバイス、デバイスバウンドパスキーズっていうテクノロジーがです、ね、発表されています。まあ、これ、ファイドアライアンスというところで作られているんですけれども、これがマイクロソフトオーセンティケーターでサポートされるようになったと。なので、ポリシーによっては、これはユーザーに紐づ付いた鍵なので、そのユーザーが使っているデバイス、どこからでも使えるような認証機にするのか、まあ、いわゆる一般的なデバイスアンバンドルなパスキーなのか、それとも、 えー、このユースケースにおいては本当にこのデバイスからじゃないと認証できないようにしたいんだというようなケース、これ、両方に対応ができるようになった、まあ、こういうニュースがです、ね、流れていたのがまあ印象的でした、ちょっとしゃべりすぎましたけど、僕の方はこんな感じでございます、はい、藤井さん、ありがとうございます。 はい皆さんからも温かい拍手が巻き起こりました、あの最初話すことないっておっしゃってたのにあの、結構ボリューミーなお話いただいてありがとうございます、あの増えているサイバーセキュリティ攻撃に対する、まあ、認証のところのアップデートと、やはりセキュリティのところにもコパイロットがあのそれぞれ入っているというのが貴重なお話いただきました、ありがとうございます。では、スピーカーが交代しまして、ここから私、からインフラ領域のアップデートのお話をさせていただきたいと思います。で 正直このクラウドの領域でインフラの話って何の話しようかなって私、ずっと考えてたんですけどもちょっとですねあの低いレイヤーのところからえ今日あの会場を見ても分かるとおりもうコパイロット AI 全盛になってますけどもじゃあ、その膨大なワークロードを支えるインフラってどうなってるんだっていうところのちょっと低いレイヤーの話からあのお話を始めていきたいなというふうに思っております。はい こちらはですね、イグナイト初日のサティアナイダーさんによる基調講演のキャプチャーを持ってきたんですけども、マイクロソフトの今、データセンターの広がりっていうところで、60カ所以上のリージョンが存在しており、その中に300個以上のデータセンターが存在しているという発表がございました。それらのデータセンターに対して、2025年には100%をゼロカーボン由来の電力で運営するというようなお話がされています。どどどどんどんどんん コンピューターのワークロードってどん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 大きくなっているんですけどもそれを支える電力のところをカーボンネガティブにしていこう、まあ、そういったところのマイクロソフトの環境に対する取り組みのお話がありましたというところです、まあ、その一例としてデータセンターの,あのバックアップ電力の供給を旧来であればディーゼルエンジンであの発電機を回してたものを水素燃料電池を大規模なものを置くことで バッックアップ電力の発電に対してあの二酸化炭素を排出しないというような形をこ,れはあのこういう機器を作っているメーカーとマイクロソフトさんがタッグを組んで専用に設計して作っているで実際、一部のデータセンターにはもう導入されているというようなお話がありました。 そんなデータセンターなんですけどもマイクロソフトさんど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 んん着実に進化をさせていっていて1989年の第1世代からどん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 んバージョンアップを重ねて現在最新のものは第11世代というふうに呼ばれています。ちょっと ちょっとスライドちっちゃいかもしれないんですけども、えー、PUE と呼ばれる電力効率を表す指標の数字があります。これ1.0に近いほど電力効率がいいっていう指標なんですけども、まあ、当初2以上だったものをどんどん,どんどん着実に改善させていって、最新のものでは1.09から1.17っていうような非常に高効率なデータセンターになっています。でそれぞれぞの世代ごとにこう テーマというか名前がついてるんですけども、この第11世代についてるラベルは AIGPUs というところで、まあ、AI のワークロードを支える GPU を前提としたデータセンターというようなタイトルになっているのかなというふうに思っております。まあ、そんな GPU のお話でいきますと、えー イグナイトで発表されたものでいくと NVIDIA と AMD の最新の GPU の搭載というのが発表されていました。NVIDIA でいくと H200 と呼ばれる最新の GPU を搭載したものが来年ぐらいには使えるようになるのかなということでカミングスーンという形で発表されています。で同じく AMD の最新のモデル MI300X もこちらはあのアーリーアクセスということであのプライベートな形でプレビュー提供されているという形で最新の GPU 2大メーカーカからそれぞれれ供給を受けてて搭載ししまますよよというような発表がありました。でそれだけではなくてマイクロソフトが AI 向けにあの自社設計をした自社設計した AI ワークロード用チップ AzureMaya と呼ばれるものも発表されてましたでこれチップの開発にはオープン a i 社のエンジニアも関わっているというところと ただ、チップを作るだけではなくて、そのチップを格納するラックのところから、もうマイクロソフト自社設計になっています。膨大な熱をいかに効率よくあの冷やしていくかというところで、ラックの横に冷却装置用のラックを横付けして、専用の液冷の冷却を行うという形で、データセンターのラックレベルから設計をして改善していってますよというような形で。 は力入れてまますよという発表がありましたでそんな形で AI のワークロードじゃあ3種類のメーカーのチップがありますけどもじゃあちょっとレイヤーを上げてそれらをどうソフトウェアで扱っていくかというところでそれの取り組みについても話があったので少しお話をしますちょっと字がちっちゃいかもですけども上があのアプリケーションのレイヤーのところですで、ね、そこからあの AI 用のフレームワーク、ま y イ o r c とかっていうのがあるんですけども、そこから GPU に至るまでの間に中間の層を挟んで、メーカーが違う、アーキテクチャの違う GPU を同じように扱えるようにしようというような取り組みについての話がありました。これがトリトンと呼ばれる仕組みで、オープン a i が作っている AI ワークロード用の言語。 およびコンパイラー、まあ、Python ベースで作られているものなんですけども、まあ、それの拡張みたいな形でマイクロソフトがあの中間層みたいなものを作って、まあ、その中間層の中から各ハードウェアに固有の命令に再度変換する形でアプリケーションは同じ作りになるんだけどもあのその下のアーキテクチャのところはその中間層のところで吸収していくよというような形で構想されているもので今一応 GitHub にもリポジトリ トリトン本体のものとマイクロソフトが作っている共有中間層のリポジトリそれぞれ公開されているんですけれどもまだ開発中みたいで完全には動く形ではないようですが NVIDIA 一択ではない AMD もえー自社開発のマイヤーも同じように使えるようにという形で取り組みがされているそんな話がございましたマイヤー以外にももう一つマイクロソフト自社設計のチップということで Azure といいうものが発表されていますでこちらなんですけども、えー、64bit の ARM ベースのアーキテクチャの CPU になっていますで。こちらはマイクロソフトがクラウド用に設計した初の CPU というふうに言われています。でもう他のクラウドベンダーと比べても最速の ARMCPU ですという形で発表がなされていました。でこちらの CPU すでにですね、マイクロソフトチームズの,あの インフラを支えるところと、あと、Azure コミュニケーションサービス、一部のデータベースサービスなどですでにもう利用されているそうです。ただ、あの一般ユーザー向けにこの CPU 使った VM が作れるかというと、今、そういう状況ではなくて、来年以降に顧客向けにも提供予定というふうに言われております。あのいわゆる AMD64 のアーキテクチャよりも ARM ベースのアーキテクチャの方が電力効率がいいというような話もありますので、まあ、そういった先ほどお見せした電力効率というところのアプローチとして CPU レベルで自社開発のものを提供していく、まあ、それがマイクロソフトの取り組みなのかなというふうに思いますでさらにハードウェアの話で続けていきますと,、えー、と CPU とかではなくてインフラの処理 主にストレージとかネットワークの処理をオフロードするための専用ハードウェアというところで Azure Boost と呼ばれるものの発表がありました。で旧来の VM ですと、そのストレージとかネットワークの処理っていうのは1回あのホスト OS 側のハイパー V の動いてるホスト OS 側のソフトウェアを経由して実際のハードウェアにアクセスするという形だったんですけども、まあ、それをより効率の良い FPGA ベースのチップのハードウェアで直接 ストレージネットワークにアクセスすることでより高効率、より高パフォーマンスな形で VM からリソースを使えるとそういったものになっていますで。実際にあのマークルシノビッチさんがこれですっていうので持ってきた写真がこれですね。はい、先ほど話したように FPGA で構成されている、まあ、専用のハードウェアになっています。従来仮想化ホスト OS 内で処理されてたものがこちらのチップにあの。 どんどんオフロードされていくことによってオーバーヘッドが軽減していくというような取り組みになっています。じゃあそれによってどのぐらい効果があるかというところでストレージの観点で指標が出てたので持ってきたんですけども IOPS でいくと2倍近くの効率が良くなるというところで改善が見られるというところとスループットに関しても25%ほど良くなるよというところで 効果があるものですすという,ふうに発表されていますあの左の図が概念的な図になってますけども VM から直接 Azure Boost のハードウェアにアタッチしてそこからリモートのストレージにアクセスするような、まあ、そんな形の構成になっていますとで同じくネットワークに関するところの改善についても同じような形ですねスループットとしては最大 200GBps に対応しますし、まあ、こちらも TOR トップブラックに対して アジュールブースト経由でつながっているというような形でより効率的にネットワークアクセスができるようになるよというこれが Azure b ブーストと呼ばれるものです一部の VM タイプに対応しているものになるので VM のモデルを選ぶときには Azure b ブースト対応しているか否かというのを少し気にされてもよいのかなと思います最新の第5世代のものとかが対応している感じですねはい あとインフラのお話というところであの結構インフラの人だとマークル・シノビッチさんのセッションを見られた方も多いかなと思うんですけども毎回ですねあの Azure の膨大なハードウェアを使ってなんかお遊びを入れてるんですねで今回何やってたかっていうと1792コアの CPU のマシンに Windows 動かしてそのタスクマネージャーのこれ CPU 使用率の画面なんですけどもあの 1一個1個のドットがそれぞれの1コアずつの CPU の使用を示すものです。CPU 使用率が高いほど色が青くなる。その CPU 使用率を示すタスクマネージャーの画面を使って「あのスター・ウォーズ」のオープニング映像みたいな斜めになるあのテロップが流れるみたいな形のオープニング映像を作ったりあの右側の方ですね。あの ポンっていう、古い、めちゃくちゃ古いビデオゲームであの、両端の棒でボールを弾きながら相手のゴールにシュートするっていうゲームなんですけども、それを CPU 使用率のこのタスクマネージャーで動きを再現するっていうデモをやってました。で、その対戦相手となるのが GPT4 がその片側の棒を操作して人間とバトルする、まあ、そんなお遊びをやってました。 マイクロソフトさん、真面目な会社ではあるんですけども、こういうイベントごとにはこういう遊び心も忘れないという、なかなかお茶目な一面を示す、まあ、そんなセッションがありました。というようなお話で、私のインフラのアップデート、アップデートと言いながら、あんまりアップデートらしい話もしてないんですけども、お話としては以上となっております。で残りちょっと2分ほどあるんで、ぜひ皆さんからのですね QA とか、もう今日このセッションが最後になるので、何か言いたいことがある方、ぜひ。 何か挙手お願いしますマイクロソフトオーセンティケーターってなんか大事そうなアプリだと思うんですけどグーグルにもオーセンティケーターがあったり今のところ2要素の装置としか使ってないんですけど今後、あのアプリは進化していく感じなのか大事より大事なアプリになっていくのか。 どうかというようなところで何か教えていただけないでしょうかはい、これ、完全に個人的な意見ですけれども、もともと単なる TOTP のパスワードジェネレーター的な、要はワンタイムコードを表示するためだけの機械だったわけですけれども、今、パスワードマネージャーとしても使えたりとか、アドレスブックとしても使えたりとか、それもさっきの VerifiedID のウォレットとしても使えるようになってきている。 皆さんがそれなりの数インストールベースで持ってるからなんですよねで、やっぱり新しいソフトウェアを皆さんのスマートフォンにインストールしてくださいっていうのは非常に大変な手間になると思うので、せっかく入ってるんだったら、そこを活用していくっていう方向性にいってるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います、はい、なので活用できるといいなと思います。あありり、はい、りががととううごござざいい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 ままますすすすはは残り30秒ぐららしししかかないんですけどもっゃ僕質問いて さっきのスター・ウォーズをやろうとしたらいくらかかかるんですかねどうなんでしょうね、多分 VM ベースで1792コアの VM って作れるんだっけっていうところが、多分これ、VM のホスト用のマシーンを流用してるんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> だからユー、一般ユーザーがこの遊びができるかというと、なかなか貴族の遊びになってしまうかなというそう、ね、<laughs> <laughs> みたいものですね。はい すみません、くだらないです。とんでもないです。ありがとうございます。<laughs> はい、というわけでですね、あのお時間も来てしまいましたので、えー、本セッションこれで締めたいと思います。で本セッションの終了とともに、えー、本日のですね予定されたセッションこれで全て終了となります。皆さん一日イグナイトジャパンお楽しみいただけたでしょうか。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。